ロビーサ原子力発電所は、フィンランド共和国、ウーシマー県、ロビーサに存在する原子力発電所である。フィンランドで初となる原子力発電所として、1971年に建設が開始された。当時、冷戦下のフィンランドは、隣国ソビート連邦を核とした東側陣営の中にあった。だが、その中でもアメリカ合衆国を中心とした。 西側陣営の考えも取り入れながら、政策の運営をしていた。その過程の中で二つの原子力発電所が計画され、建設された。そのうちの一つがこのロビーサ原子力発電所であり、こちらは主に東側陣営の技術で建設された。また、西側陣営の技術で建設されたのが、オルキロート原子力発電所である。ロービッサ一二の建設には、 西側陣営と東側陣営の両者によって形作られた混合企業体によって建設され、この対立下の2つの陣営による特殊な混合企業体にはイースティングハウスというあだ名が与えられ、開発プロジェクトを率いた。建設及び当初の創業はイマトラ電力が行い、現在の創業はイマトラ電力から業務を引き継いだフォータム電熱が行っている。 この発電所の地下110メートルには、同発電所から排出される、放射性廃棄物を保管する、ロビーサ処分場が設けられている。フィンランドの南部のロビーサの近くに位置する、フィンランド湾に浮かぶヘストホメルン島上に立地している。ロービーサ1は、ソ連型加圧水型原子炉の VVR-440-213E 型を使用している。これは、 VVER の第二世代 VVR-440-213 e に当時の西側陣営の安全水準に合わせた改造を加えた路の設計になっている。ロービッサ1の営業運転終了は2027年の予定である。基本設計及び建設母体はロービッサ1と同じであるが、いくつかの細かい変更が加えられている。 ロービッサには2030年に創業を停止する予定であり、今後原子炉の増設、またはリプレースが行われなければ2030年でロビーサ原子力発電所の業務は終了となる。フォータム電熱は、この発電所に新たな原子炉を設置する計画が立てた。ロービッサさんは、単体で 100kW の地域熱供給と80から160万 kW の電力供給が可能だった。 しかし2010年4月21日、フィンランド政府は、フォータム電熱によるロビーサでの新たな原子炉の建設を承認しない決定を下した。ロビーサ原子力発電所に利用する核燃料は、当初ソビエト連邦から輸入されていて、現在もロシア連邦から輸入されている。使用済み核燃料の処理については、 当初発電所から排出された使用済み燃料はすべてソビエト連邦に移送され、ソビエト連邦によって再処理される契約になっていた。だが、ソビエト連邦が解体したことに加え、使用済み燃料をロシア連邦へ移送することに懸念を示し続けていた、ノルウェー王国などアメリカ寄りの北欧諸国からの政治的な圧力もあり、国内での処理に舵を切った。 1993年2月25日、ロービッサ2で給水ポンプを起動すると給水配管が破断し二次系の冷却水が漏えいするという事故が起きた。冷却水が漏えいした箇所は直ちに隔離され、蒸気発生機の水位も自動起動した補助給水ポンプにより制御された。この時、ロービッサ2は運転員により手動停止され、ユニットは安定した。 この事故の原因は冷却水の流体振動による腐食が原因であると考えられている。類似した事象は1990年にロービッサ1でも発生している。なお、この事象による所内外への放射性物質の放出はなく INES による評価レベルは2であった。 http://www.spiegel.de/spiegel/sprint/d-14332003.html-http://www.rwmc.or.jp/disposal/low-level/4-2.html ありがとうございます。